ラベンダーは、シソカラバンドラ族の反気元性植物の通称である。または、反対感性の小低木、ラバンジェラ・アンガスティフォーリアを指す。伝統的に、ハーブとして古代エジプト、ギリシャ、ローマ、アラビア、ヨーロッパなどで薬や調理に利用され、芳香植物としてその香りが活用されてきた。ラベンダーの栽培は1930年代に本格的に行われるようになるが、 それ以前は野生種の刈り取りがほとんどだった。日本におけるラベンダーの初期の記述としては、江戸分世紀の西洋薬物書に、ラーヘンデル、ラーヘンデル油の名で詳細な説明がある。幕末期には一部ではあるが、精油が輸入され、栽培も行われていたと考えられている。昭和期には、香料原料として、北海道フラの地方などで栽培されて精油が生産され、 1970年にピークを迎えたが、合成香料の台頭で衰退した。現在ではフラノなどでラベンダー畑が観光資源となっている。現代でも、エル・アンガスティフォーリアやエル・ラティフォーリア、LX ・インターミディアなどが精油を取るために栽培され、精油は香料として用いられたり、アロマセラピーとしてリラクゼーション等に利用されている。ちなみに、ラベンダー色は、 薄紫色を意味する。ラバンジェラ・アンガスティフォーリア・ラバンドラ族は、半気元生植物で、低木のような草本、小低木、ア小低木である。多年生のものとそうでないものがある。ヨーロッパ南部を中心に39種が知られ、高さは2メートル以下。原産地は、地中海沿岸、インド、カナリア諸島、北、アフリカ、中東などである。春に、紫や、白。 ピンク色の花を咲かせる、様々な種がある。中でも紫色の花が最もポピュラーである。多くの種は、花、葉、茎は細かい毛で覆われており、その間に精油を出す線がある。揮発性の油を多く含むため、草食動物はほとんど食べないが、方向で鉢などを引き寄せる。ユーカリと同じように夏の暑さなどで、自然発火し、伸びを呼ぶ。種子は、 伸びの後に発芽する性質がある。ラバンドラ族には、ラベンダー特有の香りがない種も一部存在する。園芸用としても愛好されている。主に、ラベンダーと呼ばれるエル・アンガスティフォーリアだけでなく、その禁煙種や、交雑種も、ラベンダーと呼ばれることがあるため、ラベンダーの名で販売される名や、ラベンダー油がエル・アンガスティフォーリアのものとは限らない。 英語のラベンダーは古フランス語のレバンドレに由来する。レバンドレの語源として様々な説があるが、洗うという意味のラテン語ラボやレバーから来ると言われる。古代ローマ人たちは、洗濯に用いたり、抑揚香料として、疲労や硬直した関節を和らげるために利用したと言う。学名のラバンジェラは、他のヨーロッパ言語でラベンダーを指す言葉から輪廻が命名したと言われる。 しかし、この通説を裏付ける歴史的証拠はなく、一般的に古代ギリシャ人、ローマ人はラベンダーを入浴に利用しなかったなどの問題点があり、作り話である可能性がある。アプソンとアンドリューズは、ローマ帝国での入浴に関する記述を確認したが、ラベンダーの使用はなかったという。アプソンとアンドリューズは、ラテン語のリービアと中世ラテン語をラビンドラから推測し、 青みを帯びた、青みがかったを意味する、ラテンオリービアに由来するという説を提示している。ラバンジェラ・ラティフォーリア・ラバンジェラ・レノタ・ラバンジェラ・デンタタ、ラバンジェラ・ストチス・ラバンジェラ・マルティファイダーヨーロッパ各地で盛んに、品種改良が行われたことや、交雑種を生じやすい性質のために、呼び名や学名はかなり混乱しており、分類に関しては、現在も研究が進められている。 また植物学上の分類では、同一種であっても、産地により抽出される、生油の成分組成や、香り、生物活性が異なることから、生産地名を加えて区分しているものもある。歴史的に一つの通称が、複数の種に用いられる例も見られる。同じ種のラベンダーでも、多数の通称を持つものも、少なくない。古代ローマでは、エルストチス、エルピガンキアラタ、 エル・デンタタは、ローマ時代にすでに知られていた。地中海地方に自生するいくつかの種が活用されたが、それらはほとんど区別されることはなかった。エル・アンガスティフォーリアを、初めてたと区別したのは、中世の修道をジョヒルデガルトフォンビンゲンである。中世ヨーロッパでは、ヨーロッパのラベンダーは、ストエカスとラベンドラの二つのグループに分けられていた。は、植物の種スーシーズプラントラムで、 当時知られていたラベンダーを一つの属にまとめた。五種のラベンダーが挙げられ、エルマルティファイダー、エルデンタタ、エルストチス、エルスピカ。エルピダンキアラタは、エルストチスに含まれていた。エルアンガスティフォーリアと、エルラティフォーリアは区別されず、エルスピカとされた。最初の近代的な分類で重要なものは、1937年に、旧のドロシー・チェイターが行ったもので、28種を、 ストエカスブシ、スパイカブシ、スブヌダブシ、プテロストエカスブシ、カエトスタシスブシ、デンターアタブシの6つの節に分けたが、容易に割り当てることのできない種が残された。栽培種や園芸種はスパイカ、ストエカス、プテロストエカスの3節から出ており、カエトスタシスブシはインドやイラン、スブヌダブシはアラビアやソマリアに分布する。現在日本で見られるものは、園芸書では、 イングリッシュ系、フレンチ系、ラバンジン系、その他に大別される。フレンチ系はイングリッシュ系より、開花期が早い。スパイカブシの種は、分類、学名に変遷があるため、現在でも、エル・アンガスティ・ホーリーにエル・オフィシナギスや、エルベラなどの古い学名の使用するなど、学名の誤用が見られる。現在では、クライスト・チャーチ植物園などで、 ボタニカルオフィサーをしていたバージニア・マクノートンは、スパイカブシ、ストイカスブシ、プテロストエカスブシ、カイトスタシスブシ、スブヌーダブシの5つの節に分かれるとしている。最新の分類は、ティーム・アプソンとスーザン・アンドリューズによる2004年のもので、ラバンドラー種、ファブリカー種、サバウリアー種の3ア種があるとされた。以下、ティーム・アプソンとスーザン・アンドリューズによるによる分類。 主な種を挙げる。プロバンス、ソウムラ高温多湿が苦手な種が多く、西岸海洋性気候や艦隊湿潤気候の地域で多く栽培されている。世界的に有名な生産地は、フランス南東部のプロバンス地方で、伝統的に多くの地域で商品作物として栽培され、ラベンダー畑が多数ある。ラベンダーは近年まで野生種が採取されていた。 1925年頃から伝統的に野生種の刈り集めを行ってきた地域の周辺地方、バルレアヌス地方、カルパントラ、アプト周辺などのローヌ川流域にラバンジン農家が多数でき、徐々に他の地域でもラバンジンが栽培されるようになり、1930年代から本格的に栽培が行われるようになった。伝統的なラベンダー農家は、 工場圏とは言えない土地で小規模に栽培を続けながら生活できる程度の農業や時には牧畜も並行していっていた。第二次世界大戦後の経済の急成長に従ってラバンジン農家の機械化が進み、ラベンダー栽培も急速に発展しや生種の狩り集めにとって変わった。同時にラバンジンの立ち狩りが急速に広がったが、その対策として丈夫な品種。 グロッソが栽培されるようになり、また合成香料の価格が上昇したことでラベンダー、ラバンジンは増産された。しかし1990年代初めまでにラベンダー油の利益率が悪化したため栽培面積はそれまでの約40%に減少した。1994年からフランス政府主導の再活性化計画で多少持ち直し、 年間生産量は30トン弱から45トン強で推移している。現在の栽培地はあまり標高が高くなく、ラバンジンが生産される地域で、ラベンダーも生産されている。以前産地であった、オートイコールアルプ県や、アルプドイコールオートイコールプロバンス県のバレム、ディオワなどの山岳地では、平地のラバンジン産地のような農業機材、上流設備といったインフラがなかったため、 ラベンダー栽培の再活性化計画は頓挫し、標高の低いラバンジン産地で、ラベンダーの栽培も行われるようになった。主な栽培地は、ボクリューズ県のアルビオン高原地方、総地方、アプト、ドローム県のバロニー産地に集中しており、ラベンダー以外の作物はほとんど栽培されない。この地域における生産が、ラベンダー油全体の約8割を占めている。 宋地方が有名で、ラベンダー農家が多数あり、広大なラベンダー畑が広がる。宋の様々なラベンダー製品は、フランス国内、ヨーロッパ、世界各地に届けられている。宋では、毎年夏に1日、ラベンダー祭が催され、ラベンダーを用いた様々な製品が通りに並び、普段は人口3000人くらいのコミュニティ、世界各地から2万人ほどの観光客が訪れる。 近年プロバンスではラベンダー畑のバクテリア被害が深刻な問題になっている。異常気象の影響で有害なバクテリアを媒介する横ばいが大量発生し2007年から2010年の間にラベンダー畑の50%が被害を受け生産が大幅に落ち込んだ。オーストラリアのタスマニアも生産地として知られる。日本では 北海道のフラノ地方のラベンダー畑が世界的にも知られ、上フラノ町、中フラノ町、ニセコ町のシンボルとしても指定される。栽培発祥地は札幌市南区南沢であり、1942年に栽培が開始された。札幌市では、ホロミ峠町上にあるラベンダー畑が有名であるが、規模は小さい。ラベンダーを使ったカップケーキラバンドラ族は、 ポプリの材料、ハーブティー、料理の風味付け、化粧水などの美容、干賞用を等々に利用されてきた。また、古くから多くの薬庫を持つハーブとして利用された。ギリシア人は、シリアの都市、ナールダから取って、ラベンダーをナルドと呼んだ。エル・ラティフォーリアは、最も高価な香料の一つである、カンマツカと混同され、徴用された。新約聖書で、 ベタニアのマリアがイエスに注いだ、ナルドの香油は、カンマツカではなくラベンダーの香油であったとも考えられている。ラベンダーの花は非常に高価で、古代ローマのプリニウスの時代には1ポンドあたり100、デナリという高額であり、中世になっても貴重なものであった。花や葉は、食用され、食欲増進のハーブとして、料理や菓子の風味付けに用いられた。調味料として、 サラダやドレッシングに利用されている。南フランスでラベンダーは伝統的に様々な用途に利用され、エルブド・プロバンスというラベンダーを含むハーブミックスが広く知られるが、これはスパイス業者が作ったもので伝統的な南仏のプロバンス料理でラベンダーは用いられない。近年、エルブド・プロバンスは料理でよく使用されるようになってきている。エリザベス一世は、 ラベンダーのジャムを好み、砂糖漬けを肉料理やフルーツサラダの薬味として、菓子や頭痛薬として食した。チャールズ一世の日ヘンリエッタ・マリアは、ラベンダーの花を刻んで粉砂糖と混ぜ、ローズウォーターでペースト状に練った砂糖菓子が大好物で、これをビスケットなどに塗って食べていたという、乾燥させたラベンダーを束ねたもの、某中に用いる。フランスなどでは、 乾燥させた花を小さな布袋に入れた一種のサシェがあり、それを洋服ダンスに入れたり、ワードローブの中に下げておいたりして、香りを衣類に移したり防虫剤として利用する。あるいは、サシェをベッドの枕の近くなどに置いて寝室に漂わせたり、枕の詰め物の一部として、ラベンダーを混ぜておいて、枕に頭を置くだけで、中身が自然と揉まれて、香りが漂うことを楽しむ。 また、香水に使われる香料として、重要な役割を果たした。ラベンダーの方向成分をアルコールに溶かした、ラベンダー水は、ローズマリー水と共に、最古のアルコールベースの香水の一つとされる。1709年に、イタリアの香料商用ハンマリア・ファリナが、ドイツのケルンで発売され、人気となった香りの良い薬用酒、アクア・アドミラビリス、後の、 オーデコロンには微量のラベンダーがブレンドされていた。現代ではエル・アンガスティフォーリアや LX ・インターミディアの精油は香料やアロマセラピーに用いられる。精油は先端部分及び鼻から水蒸気蒸留で抽出される。ヨーロッパ薬局型にはエル・アンガスティフォーリアの精油が収録されている。 溶剤抽出法によるラベンダーアブソリュートもある。同じ L アンガスティフォーリアを用いても、抽出に用いる部位によって、精油の成分は大きく異なる。LX インターミディアは L アンガスティフォーリアより多くの精油を取ることができ、価格が安いため広く流通しているが、LX インターミディアの精油を L アンガスティフォーリアの精油として販売する業者も存在する。 LX インターミディアの精油は多少カンファー臭があり、L アンガスティフォーリアの精油とは成分組成も異なる。ラバンジェララティフォーリアの精油は油彩画用の揮発性溶剤としても利用される。同様の目的に使われるテレビン油に比較して非常に高価なためあまり使われないが樹脂の溶解能力は高く防腐性能もある。ラベンダー油ラバンドラ属はハーブの一種として用いられ、 様々な効能が期待されている。古くから多くの病気に対する万能薬として利用されており、不安、不穏不眠、うつ症状、精神安定、鎮痛、胃のむかつき、脱毛、傍中、殺菌などに効果があるとされ、民間療法、または伝統療法として使われている。アメリカのナショナルセンター法コンプリメンタリーインタグレイティブヘルスは、 2012年時点では、伝承される多くの効能に対し、有効性が科学的に証明されたものは、ごくわずかしかないと述べている。精油も薬用され、第一次世界大戦時に病院で使用されていた。種によって、成分素性は異なり、香りだけでなく、薬効も異なる。揮発性の油である精油には、エル・アンガスティフォーリアの水溶性成分などは、含まれないため、 ハーブとしての効能をそのまま精油に用いることはできない。エル・アンガスティフォーリアの精油はアロマテラピーで最も使われるものの一つで様々な効能があると言われている。生科学者のマリアディス・バルチンは一般に言われるエル・アンガスティフォーリアの精油の効能には近世のハーブ療法家ニコラス・カルペッパーが記したエル・ラティフォーリアの効能でチンキやティーの形で治療に用いたものが誤って 引用された例が少なくないと指摘している。例えばエル・ラティフォーリアの水溶性成分には鎮型作用があるが、これがエル・アンガスティフォーリアの精油の効能として転用されており、情報が混乱していることがわかる。またカルペッパーは、ラベンダーには転換、痙攣など様々な症状に効果があると述べているが、スパイク油は、その性質は極めて激しく刺すような刺激があるため、 使用には注意を要するとしている一部の予備的な研究結果ではラベンダー油はタイム油ローズマリー油シダーウッド油と組み合わせて使用すると円形脱毛症に効果がある可能性が示されているいくつかの研究は6から10週間ラベンダー油を経口摂取することで不安や不眠を改善することを示唆しているがコーフアニアクロラゼッパムより 効果は弱いようである。ただし、初期のアロマセラピーにおけるラベンダー油での不安治療の研究は不十分であり、エビデンスたり得ない。またいくつかの研究は、ラベンダー油の香りを嗅いでいると高齢者の転倒が減少する低温切開で、静脈内鎮痛剤を使用しながら、ラベンダー油を吸入すると、術後の痛みが軽減することを示している。がんによる、 痛みの軽減、認知症の改善、エインの痛みの軽減などの効果はないと考えられている。鎮静効果に関する臨床研究は不十分で矛盾する研究結果があるが、アルツハイマー症患者の興奮を改善する可能性がある。かゆみや炎症を起こしている皮膚、潜痛、便秘、うつ病、気分の落ち込み、月経痛、高血圧、不眠、偏頭痛、頭痛、 シラミ、耳の感染症、傷の治療、食欲不振、脂痛、ニキビ、吐き気、がんに対する効果、蚊の危機剤、防虫剤としての効果の研究は十分ではなく、さらなる研究が必要とされている。ラベンダーを経口摂取した場合、便秘、頭痛、食欲増加を引き起こす可能性がある。ラベンダー油の経口摂取は有害である可能性がある。 アメリカ国立衛生研究所は、妊娠中、授乳中における、ラベンダーの使用は、安全が確認されていないとしている。皮膚刺激性 L- アンガスティフォーリアや LX インターミディアなど、ラバンドラ属の精油は、皮膚への監査性を除けば、比較的安全性の高い精油である。ラベンダー油の監査性は強いので、日常生活で使う場合は、注意しなければならない。 LX インターミディアの精油で偽和が横行しており、これが広く利用された影響で、ラバンドラ族の精油に対する監査が上昇していると考えられる。精油や精油を用いた化粧品による接触性皮膚炎やアレルギー反応の報告があり、日本人のラベンダー油の陽性率は1981年の実験では2.4%だった。 名古屋大学医学部環境皮膚科学講座の杉浦、マリコラが1990年から1998年の12年間、化粧品接触皮膚炎が疑われた患者1483例を対象にパッチテストを行ったところ、陽性率は1990年3.75%、1991年1.47%、1992年1.28%、 1993年3.75%、1994年0%、1995年1.14%、1996年0.90%、1997年8.73%、1998年13.86%だった。生活の変化に伴い日用品アレルギーのアレルゲンは変化するが、アロマブームの中、 香料アレルギーが問題になっている。特にラベンダー油は陽性率が高い天然香料の中でも陽性率が上昇しており、熊本大学の源本子は要注意であると述べている。こうした天然香料は色素沈着型化粧品皮膚炎を起こす可能性のあるアレルゲンである。しかし日本で香料は一般の化粧品成分として扱われず、ただ、 香量とだけ記載されるので、化粧品にラベンダー油が含まれているかはわからない。2004年にインビトロでラベンダー油に細胞毒性が認められたという研究結果が公開された。これに対し、アロマセラピストのロバートティスランドは、すべてのインビトロは、その現象が起こる、可能性を示唆するに過ぎず、生体で同様の効果があると決めつけることはできないと述べている。 高毒性2007年に様々な香料と観光性に関する研究が発表された。ラベンダーは高毒性反応を誘発すると言われているが、研究でそのような現象は認められなかった。女性加入棒一部に声優の思春期前の少年への局所的、反復的使用は男性の乳房が成長する女性加入棒の原因になるという見解が見られている。 ただこれは体重が少なく外部の微量の物質の影響力が成立しやすい幼少期の事例によった見解であることに注意が必要。事故のホルモン代謝の影響を考慮せずに済む思春期前のものであるために情報化されたと考えられ認識の一般化には注意が必要と思われる。もともと女性化乳房の減少自体は思春期年齢に到達した以降の男子の場合、 自然にあるものであり、あまり珍しい現象ではないことに留意が必要である。思春期初期には男性ホルモンに比べて女性ホルモンの分泌がその代謝問題により相対的に男子の体内で多くなり、女性加入棒は自然発生率が高く環境ホルモン説等は科学的信憑性に乏しいことに注意が必要である。チブサは男性でも 人体側の因子により、棚段階3波になることも、珍しくない。一定類の精神薬や脳腫瘍の影響による、下水体制御の変化や、肝臓疾患による、代謝能力問題等の問題の可能性及び、体質による、工場的な要因のものがある。一般的な思春期時の女性加入房の場合は後に、男性ホルモンの分泌が増えてくると1から2年で、 消失していくとされる。また、インビトロ実験においての物質の振る舞いは、よほど強力なものか生体内処理に対した、抵抗性のある物質化量がある場合でない限り、そのまま人体に当てはめて考えることはできないことに、留意が必要である。コロラド大学デンバー校の小児内分泌学者、クリフォード・ブロッホによると、4歳、7歳、10歳の、 思春期前女性化乳房と診断した男児3人がラベンダーの香りの石鹸、スキンローション、またはシャンプー化生発量を使用しており、これらにはラベンダー油、または T3 油が含有されていた。これらの製品の使用をやめると数ヶ月で女性化乳房の症状は消えた。アメリカ国立環境衛生科学研究所はヒト乳癌細胞を使ってこれらの精油が 遺伝子の発現にどう影響するかを調べた。その結果、主要な女性ホルモンであるエストロゲンと似た働きをする。他、男性ホルモンのアンドロゲンを阻害するらしいことがわかった。相互作用薬剤、サプリメントとの相互作用の可能性がある。放水クロラール、抗圧薬、バルビツール酸契約、ベンゾジアゼピン、中枢神経抑制薬と、 相互作用があると考えられている。眠気を引き起こす、または血圧を下げる、可能性があるため、同様の効果を持つサプリメントと併用すると、強い眠気が起こったり、血圧が大幅に低下する、危険性がある。中枢神経系に影響を与えると推測されるため、手術中に使用する薬剤との相互作用を防ぐために、手術の2週間前に使用を止める必要がある。 欧州連合では欧州における新しい化学品規制リーチが2008年から運用されている。この規則では EU で物質を年間1トン以上製造または輸入する事業者に対し登録手続きが義務付けられている。登録の他にも条件に該当する場合は認可、制限、届出などの義務がある。対象には生油などの天然香料も含まれ香料業界、 生産農家、化粧品業界、アロマセラピー業界などで議論を巻き起こしている。ラベンダーの精油はアレルギーを引き起こす可能性があるとしてリーチの対象となっており、将来的に内服または吸入した場合、死亡する可能性がある。という赤と黒の警告ラベルが義務付けられる可能性がある。精油は合成香料などと違い、生産地、 生産年などでも成分組成が異なるため、その都度の検査が必要となり、流通も規制されるため、ラベンダー農家や製油業者とって大きな負担となる。ラベンダー農家の多くは天然物質である製油をリーチの対象とすることに対し、ラベンダーは価格製品ではない。リーチの適用反対などのメッセージ看板を畑に掲げるなどして反対の立場を表明している。 リナロール、酢サ酸サリガリルを主要成分とする。多多数の成分からなる。リナロール、1、8、シネオール、カンファーを主要成分とする。多多数の成分からなる。宇田川洋安、生味海藻、上流装置北海道、中村野町のラベンダー畑ラベンダー発祥の地。札幌市南区、南沢ヨーロッパでは、伝統的に精油が医療に利用されていたため、 西洋医学が日本に伝わると、日本の医師や学者は、西洋の薬用植物や精油、精油の蒸留法、利用法に興味を持ち、情報を集めて医療に利用した。ラベンダーは、分世期に、宇田川原神薬術、宇田川洋安法行による、西洋薬物書、東西方名物お及びホイに、ラーヘンデル、ラーヘンデル油の名で、詳しい説明があり、 以降、江戸後期の翻訳書、乱学書にも、ラベンダーや精油についての記述がある。フランス語のラバンドは、乱学者の翻訳により、オランダ語のラベンデルとして紹介された。翻訳作業を通して、乱放薬に使う、生きた植物を輸入しようという機運が高まった。遠藤正春によると、大月玄卓と、宇田川玄心が、幕府に申請したオランダからの輸入のリストには、 ラベンダーも含まれていたという。1819年には花と精油が輸入され、万円元年に県米施設団によってもたらされた植物の種子には、ラベンダーの種子が含まれていた。日本の香り文化を研究する吉武敏文は、本蔵学者山本洋室に送られた種子の記録や、旗本で本蔵家のバ,バア元和帆のラベンダーの絵などから、幕末期には一部ではあるが、 精油が輸入され、栽培も行われていたと考えられる、と述べている。ラベンダーの本格的な栽培、精油の上流は、1937年に、ソダ工業、株式会社の創業者、ソダ政児が、フランスのアントワン・ビアル社からラバンデュラ・オフィキナリスの種子を入手したことに始まり、1942年には、日本最初のラベンダー油が採取されたと言われてきた。 しかし吉武俊文は、株式会社 A 広志堂の遠隔には、1935年に伊豆でラベンダー油、ゼラニウム油の栽培、採用を開始したとあり、それ裏付ける1939年の資料もあるため、北海道より伊豆の方が少し早かった可能性もあると指摘している。戦時体制下であった当時、伊豆では国産香料の生産が目指され、 クロモジやゼラニウムの上流の他に、ラベンダーも試験的に栽培、上流が行われていたが、第二次世界大戦が始まると、食料増産のためラベンダーの生産はできなくなった。戦後は、伊豆では一部に残るのみとなった。ソダ工業は、戦中ラベンダーの原種病を保存し、終戦後は、契約による委託栽培を募り、フラノ地方などで、ラベンダーの栽培、上流が広く行われた。 しかし、1972年頃から合成工業技術の進歩と輸入自由化の影響を受けて衰退した。1960年代まではヨーロッパを旅する機会のない日本の一般大衆はラベンダーをほとんど知らなかった。フランスではラベンダーの香り袋やラベンダー油を用いた製品がよく見られるため、フランスを旅したり滞在したことのある日本人は知る機会があった。 日本が経済的に豊かになるにつれ海外旅行をする人が増え、ヨーロッパでラベンダー関連製品の香りを自身で体験し、興味を持つ人が増えた。1975年に国鉄のカレンダーで北海道フラノのラベンダー畑が紹介され、問い合わせが殺到し、観光資源として栽培されるようになった。人気テレビドラマ、北の国からでもラベンダー畑が登場して、 話題となった。フラノのラベンダー畑は、夏の北海道旅行で立ち寄る場所の一種の定番となり、多くの日本人がラベンダーに親しむようになった。筒井康隆の小説、時をかける少女やその映像化作品である、テレビドラマ、タイムトラベラー、及び原田智代主演、大林信彦監督の映画、時をかける少女に、物語の鍵として、 ラベンダーの香りが登場した。それらの作品に接した人は、その名前と香りの特徴を知った。ラベンダー色は同性愛者を象徴する色でもある。ピンクトライアングルを参照。ありがとうございます。